腐食の刃リノバルダッシュ、緑色になってるけど属性がさっぱりもって分かりません。もしかしたらあれかもね。さっきよねえ、アンジャナフと同じように雷属性になってるかもしれませんけど、そこはもう運に任せるしかない。で、今回は見て分かります通り、ブラキのね、防具にしてみました。確か使ってなかった記憶があるんで、ブラキの防具にね、完全に気分で選びました。まあ一応、非耐性も雷耐性もあるので、まああの見た目で水とか氷はないとは思いたいんですけど、まあ大丈夫かなっていう感じで。で、武器は変えておりません。完全に攻撃力特化でいきたいと思います。960あればね、まあ、ゴリ押しでいけんじゃないかっていう。まあ、満身ですね、完全なる。で、クーちゃんの防具は一応ですね、ディノバルドにしておきました。一応ね。うん。じゃあ行くか。常に体力を減らされながら戦わなきゃいけないからめんどくさいですね。これはオートガロンじゃなくてなんだもうなんか似たようなやつが多いからさ、名前も覚えらんないんですよね。何？壁？じゃない？ん？いたいた。マジで雷属性かな？なんだろう？さあ、出てきた、出てきた。いや、絶対勝てないだろ。絶対勝てないだろ。うわ、炎じゃねえな。なんだろう？まあでも、刃って書いてあったから。硬そうだな。毒でもなさそうだな。毒性ないのかな。あっけなく。うん、あんまり見た目が変わらんな。色ぐらいだね。うわ、トゲトゲしてらっしゃる。生えてくる感じね。さあ行くか。うわうわリノバルトのアッシュ。もうびっくりした。クーちゃんのそのワンダびっくりするんだよな。動きはどうですかね。変わるんですかね、若干。ていうか、こんなにも早くリノバルトのアッシュが出てくると思ってませんでした。もうちょっとレベル上がってからかなと思ったんですけど、なんだったらクリア後のクエストで新しく増えるのかなぐらいの勢いで考えてたんですけど、こんなにも早く出てくる。リベルカーナの前に足を出してしまうという感じですか。なんだろう、なんかよくわかんないつぶつぶみたいなやつがついてますけど、何？ゴマ？尻尾にゴマをつけて戦うモンスターって嫌だな。はい、けどよいしょ。ここはもうちょっと我慢してもらって。おお、まあでも炎とかを飛ばしてこないっていう風に考えれば、そんなに遠距離に攻撃をしてこないと思うので、まあ、安心は安心かもしれませんね。そういった意味で近距離だけで攻撃をしてくるのであれば、相手がね、いたとなったら逃げればいいだけなので。おお、尻尾の攻撃の仕方が若干変わったか。あ、そう、ギリオス、ギリオス、ドスギリオスね。そう、オドガロンとトビカガチとギリオスが似てるんです。動きがね、動きというか姿が似てるんですよ。見分けがつかない。未だに名前が覚えられません。うお、なんか尻尾で攻撃するモンスター増えましたね、リベルカーナといえ。よいしょ、薬飲む。うおお、いった。ああ、まあでも火傷みたいな、あの炎やられ、火やられがないからいいですね。まあ、その分なんか効果を発揮してくるんでしょうけど、別もね。
あれかな、裂傷になっちゃうのかな。それは厄介だな。裂傷はめんどくせえからな。ダメ量増えますしね。よいしょ。まあただ単にこのね正気っていうだけでも嫌なんだけど。よいしょ。さあ一発目打ち込んでくれい。そい、ダーンいった。吠える。うおー、なんだ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 。しかし相手が怒ればこっちは攻撃力が上がっていく。ナイス麻痺。いいよフーちゃん、素晴らしいね。なんかもうここぞとばかりにチビたちがやってきたぞ。チャンスだチャンスだって調子に乗ってきたよ。よいしょ、ちょっと待って、さすがにやばい、さすがにこれはまずいな。特に尻尾の長さとかも変わってないから特別なんか、うん、動きが変わってるわけでもないし、ね、そこまでって感じはしますけど正直。なんて言って舐めてるとね、さっきのアンジャナフ戦みたいに二落ちされるかもしれませんけど。おお、いい、よいしょ、もう一丁、おい、すいからの、えいしょ、おらん、ナイス、素晴らしい、ミツナちゃん。ほっ、おお、うん、いいね。特にさ、そのこいつが尻尾で傷つけた床とかも炎で燃えてるわけもないのでいいですね。火やられがないのはありがたいですね、非常に。コロ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 転がんなくちゃいけないんで、それがまためんどくさいんですよね。これは何なの？なんか状態異常になりそうですけど、うん、それかただ単にダメ量が増えてるだけなんですかね。なんだろう、うん、クラットもよくわかんないんですよ。まあダメ量が多いのは前からもそうなのかもしれないですけど。ん？なんだ？動きが。ちょっとこの動きが静かになるのやめていただきたいんですけど。よいしょ。いた。怒りが収まってるのかな？ちょっと早く飲んで。早く飲んで。よいしょ。乗りたいんだよ。よいこら、しょん。ん？なんだ？よくわからんけど移動ですね。あ、なんかあっさり尻尾切れた。なんかあっさりだな。なんか原種の方が尻尾切りにくいですね。あれはなんか火がついてないと切れなかった記憶があるんですけど、なんか教えてもらった気がしますね。なんだ、亜種の方が尻尾は切りやすいんだな。特にそのね、切りにくいとかもなかったので普通になんかすっぽり切れちゃいましたけど。って言ってもまあ強いは強いですけどね、普通に。買い替えてのがもうほとんどなくなっちゃってますからね。怖いな。おお、もういっちょん。そっか、縦で来て横で来るのか、次は。今更ですけど。本当に。くそ。もう正気の谷がね、戦いづらくてしょうがないですね。体力は常に奪われるし。もう、だからあんまりここ好きじゃないんですよね。もうバルハザクの時にもね、本当嫌でしたけど。体力を持ってかれるゾーンが多すぎる、ここは。おお、うん、だから横だって。もう、あ、やべ、グレードなくなった。ちょっと待って、回復しないとまずい。ちょ追いかけてくんな。おお、よいしょ。まあ最悪ね、一落ちしたとしてもキャンプに戻れるので、そこでアイテムを確保しましょうっていうね。まあだいぶね、そう考えるとモンハンも緩くなりましたよ。アイテムの回収なんかできなかったですね。よいしょ、うわー持ってかれた。まあちょっと一落ちするのもありかもしれんな。もうここまで来たら、ちょっともう回復アイテムがね、いずれにしてもないので、もう一落ち確保で突っ込んでいってもいいかもしれません。まあ一応飲むけど。おお、なんか危ないな。
よいしょ。さあ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 、すっ転んでおくれ。ほいほい。さあ、カブト割り、いきますぜ。そいや、おら。まだまだ攻撃は止まないぜ。あれあれチャンス。よいしょ、おら。あれあれ、まあ、どっちにしろ多分今のは、決まんなかったと思うんですけど、見事にクーちゃんのしびれ罠に持ってかれちゃいましたね。意外と厄介だな、罠にしちゃうと、アイルーム。おお、なんか面白い終わり方したぞ。まあ、いや、すごいんだけど、なんか正直そこまで強くなかったなっていうのが、とは言いつつアイテムはほとんど使い切ってしまって、で一応移して、でキャンプに戻った時にアイテムをまたがっつり持ってきて倒したんで、完全に余裕かって言われてしまうと余裕ではないんですけど、ただ原種の方が個人的には狩りにくいんですけど、なんだろうねこの差は。やっぱり火をまとってるかどうかの問題ですかね。いや、まさかのまさかのね、クラッチクローでこいつを倒せると思ってませんでしたけど。さてお次はオドガロンの亜種、青色になってしまったオドガロンですが、どうなんだろうねこいつも。属性が全くもって分かりませんし、オカサンゴなんで、どうなんだろうね。まあそうね、正気にやられることはないのでそこは安心はしてますけど、これで、どうですかね、弱点の属性だとすると、ちょっと嫌なんですけどね。で、今回はですね、うい、こちら、EX ブリーナということで、前に倒していた、イテサス・レイギエナの防具になってます。レア11ですね。防御力は811で、火と雷に弱いんですけど、まあ、大丈夫だろう。火属性ではないであろうということで、スキルはこんな感じですね。集中とランナーと、まあ、腹減り耐性がついてたね。あと回避性能か。なるほど。まあ、うまくね、回避性能とか活かして、いきたいと思います。行こうぜ。若干でかい。何回かしかすれ違ってないから、あんまり覚えてないですけど。あ、これ普通の音がある。アシュじゃないか。おお、なんかイビルジョーっぽくなってんな。おお、すごいな、原種とアシュが戦うんだ。へえ。おー、殴り合いだ。ああ食われている。剥ぎ取れますか。こいつからは剥ぎ取れますか。うわ、イビルジョーじゃんこんなん。へえ。ああ、ポイ捨てされた。ああ、剥ぎ取りたかったのに捨てられてしまいました。すごい、なんか体の色がベヒーモスみたいになってるけど。へえ、毒かな。うわ、なんかまがましいなおい。さあ行こうぜ。こいつの動き好きじゃねえんだよな本当に。なんでこんな似てるようなモンスターばっかり作ってしまったんですかね今回のモンハンは。オドガロン、本当に同じことばっかり言ってますけど、ドスギルオス、トビカガチ、本当にそっくりだよな。全然覚えらんねえ。さて乗れるかな。乗れないね。そのバリバリしてるものをきっとこっちに飛ばしてくるんだろうな、きっと。きっときっと。おお、なんだなんだなんだ、いてててて、結構ダメ入るな。ちょちょちょ、気をつけないと持ってかれるんぞ。よいしょ。特別なんかあれだね、大声を出したりとかしないのか。でもこいつもよく叫んでた記憶はあるけど。うお、こいつ
さひるんだかと思えばこっちに飛びかかってくるじゃないですか。あの攻撃がねどうも苦手でしてね、得意じゃないんですよね。まあつってもそれはあくまで原種の話なので、アシュではどうなってるか知りませんけど。なんだなんだ、ほい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 、尻尾が紫色っぽくなったんだね。それこそあれだね、さっき買ったディノバルドですけど。さあ決めるぜ、はい、4連、ギリッ、オッケー、ギリギリ、よいしょ、もういい、頭でいいから狙っていく、はい、そいそい、もう攻撃力に特化した武器でねご利用していきましょう今回もね。いいね、このレイゲーナの防具かっこいいですね。なんか後ろ羽みたいなのがついてますけど、で何気にクーちゃんはですねレイゲーナの原種の方の防具になってます。まあお揃いというかなんというかですけど、はい、動きが早いんだよな、ついていけないわマジもう、おお、なるほど、飛ばしては来ないけど飛びかかりつつやってくるのか。へえ、めんどくせえな、アシュになってさらにめんどくなったんだな。これあれだね、特に駆動はいらないかな、装備としては。何が必要だったかな、まあでもないよりはマシですけど。動きがつかみにくいな、もう全然おとなしくないんだよなこいつ。うわ来た、列車だ、来ました、列車、ほんと嫌いこれ本当に嫌だ。ちょっと一旦避難、くーちゃん頑張ってよし、オッケー、もう、あ、まあいいや、あー、くそ、転がっちまった。よいしょ、あれも結構なダメージ入るんだろうな。そうか、熱傷があるの忘れてましたね、こいつ。よいしょ、いやー、持ってかれる、持ってかれるな。ちょっと回復は自分でやろう。移動？上か。まためんどくさいな。ほらね、待ち構えてるよ、もう。余計なのが。ほら、もう縄張り争いが、どうでもいいので、もうちょっと、どっか行ってくれませんかね。よりによってレイゲーナだからな。うるさくてかなわね。やっちまえ、レイゲーナ。やっちまえ、やっちまえ。そうだ、そうだ。おお。あー、強い。さすがに原種だとアシュには勝てないのか、そういった謎のモンスター界のルールがあるのか。いい、お、テトル逃げてった逃げた、くそ、テトルに恐れをなして逃げたぞあいつ。ふざけんなよ、せっかく乗ってやろうと思ったのに。ちょい待て、こら、ちょ待てよちょ待てよえ、また登るの、何がしたいんだよこいつは。もうムカつくな、降りてくるんかい、降りてくるんかい、びっくりしたわ今。ちょっと何なのこいつ、もうムカつくな。さあ、はい、もう今不動つけちゃってるからガン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 攻めるけど、ダメージ無視して攻めますけど、よいしょ、カブト割りが当たんないなこりゃ当たんないなこりゃ、ダメだこりゃ、おりゃっ、よいしょおりゃ掛け声だけはいいんだ。最近ずっとモンハンやってて、力を入れすぎてるのか分かんないですけど、プレ4のコントローラーがミシミシ言うようになりましたでもこれはもう昔からあるあるですよね、 コントローラーってミシミシ言いますよもう耐久テストとかやってんだろうな、ソニーさんね、コントローラー握力どんだけ耐えられますみたいな、そういった耐久テストねやるだろうかな、ちょっと参加してみたいけど、言うてももう握力なんてね、もういくつあったか全然覚えてませんけど、多分もう50もないんじゃないかな、40ちょいじゃないかな最後に測ったの多分高校生の時とかそんなもんですからね、全然覚えてないですよ。はい、さてもう今駆動は完全に切れちゃったんですけど、で突っ込んでくる、ありがとうクーちゃん、ナイス、罠に見事突っ込んでくれました。ターン、よいしょ、尻尾切れな、
尻尾も切れてない、切れてない、切れてない、尻尾も切れてない、うわぁ歌ってる場合ではござらんね。やばばばば、あばばばあばばばばあばばばば、持ってかれる持ってかれる、ちょっと来んなよマジ来んなよ来んじゃない、全く見えないな。おい、ただでさえこいつ嫌いなんだから、なんでこいつの足なんか登場させてしまったんですかね本当僕のね、あの嫌いなモンスターって本当によく復活したりですね、こういう風に足が出たりするんですよね。うわー、なんかナルガも来たし、はい、ナルガどうだろうか、どうなんですかね、やっぱ足の方が強いんですかね、個体値的なものが強いんだろうなきっと。おお、のしかかった、あー、ナルガ、しかしナルガもひるまず、めっちゃ噛んでた今ガブガブ。おお、やり返した、1920、ありがとう。で、去っていく。なんかワールドのこの縄張り争いって面白いですよね。モンスター同士がそれぞれ一撃ダメージを与えて去っていくっていう、よくわかんない縄張り争いをしてますよ。で、回復。回復しないと持ってかれる。ぐーちゃーん、おお、あ、あ、あ本当に慣れない、こいつ。何頭も勝ってはいますけど、慣れないね。よいしょ、入った。ほい、はい。よいしょ。なんかもう、避けられてんのがよくわかんないんだよ。なんかさ、回避の仕方がよくわからん。つってもあれか、この防具で回避距離が伸びてるから、避けやすくなってるだけか。今、この戦いにおいて。だから別に僕の実力でもなんでもなくて、ただにこの防具のおかげっていうね。よいしょ、よいしょ、尻尾今度こそてか切れるのかなよくわかんないけど、とりあえず狙っていきます。吠える、逃げたもう単語単語の語彙力よ。うわー、なんだ、帰ってきた。何、何がしたいんだあいつ。普通に枯れましたなんか何の面白みもないまま終わっちゃいましたけど、早いです。まあそうね、25分かかりましたけど、まあまあまあ特にそこまで苦戦することもなく枯れました。おお、天輪来た、やったぜ。まさか初っ端いきなり天輪を引くと思ってませんでしたが、やったぜ。いいね、幸先いいですね。で、あとはこいつとディノバルドの足の防具を揃えましょう。ああ、こっからがね、また長いんですよね。さて、セリエナの兵器搬入も無事完了した。君たちが駆けつけてくれたおかげで、こうも迅速な準備ができた。感謝する。現在セリエナではユベルカーナを迎え撃つため流撃工法の完成を急いでいるが、が、先ほどセリエナ付近でイベルカーナの姿が確認された。猶予はない。よく聞け。あ、それでは目標を確認する。我々の目標はイベルカーナを撃退しセリエナを守ることだ。作戦の第一段階はイベルカーナを攻撃および拘束し流撃工法完成までの時間を稼ぐ。うん、この間セリエナと激流工法を守れ、防御壁の耐久値を下げぬよう気を配れ。
まあドラマグダラオスの時にも似たようなことやってましたよね。第2段階は完成した流行激流、もう漢字が読めない、激流候補をイベルカーナに打ち、奴を撃退へと追い込む。激流候補を打つには燃料の装填が必要となる。ほう。それでは君たち調査班は早急に準備を行い、クエストを受注するよう。準備が整い次第、我々アステラの面々も一部を残しセリエナに向かう。はーい。セリエナ防衛戦。気合も十分。セリエナを守るため、いざ。いざとは言いましたが、場所はあれかな、ズラマグダラオスの時と同じような場所でやるんですかね。んで任務かな。これか。セリエナ防衛戦任務の達成ですって。まあイベルカーナを撃退すればいいんでしょう。よし、とりあえず素材集めて頑張りますか。